リビナロン語、デル・コルディラーナは、イタリア共和国ベネト州、ベッルーの県にある、人口約1300人の基礎自治体。少数言語である、ラディン語が話される、ラディニアの一角にあたる。第一次世界大戦までは、ティロル地方の一部に含まれていた。超域に含まれる、分離集落アラッパは、ドロミーティの代表的なウィンターリゾート地の一つである。イタリア語及び、 ラディン語以外の言語では、以下のように呼ばれる。隣接コムーネ隣接するコムーネは、以下の通り。カッコ内のビジーは、ボルツァーノ自治権、県、TN は、トレント自治権県所属を示す。アラッパの分離集落、アラッパ第一次世界大戦終了までは、オーストリア・ハンガリー帝国の一部であり、ティロル伯領に含まれていた。第一次世界大戦では、イタリア戦線の激戦地となった。コルディ。 ラーナの頂上をめぐっては、凄惨な戦闘が繰り広げられた。リビナロンゴとアラッパの間には、二つの要塞がある。第一次世界大戦後、イタリア王国に編入された。1923年に、ベッルーの県所属となった。村の行政の中心地は、ピエベデリビナロンゴの集落に置かれている。アラッパは、ウィンターリゾート地として知られており、 ドロミーディスペルスキ地域の一部である。リビナロンゴ、デルコルディラーナには、以下の17の分離集落がある。レトロマンス語群に属する少数言語ラディン語の話者が、多数を占め、ラディニアと呼ばれる地域を構成する18コムーネの、一つである。ラディニア、ありがとうございます。